はい、皆さんこんにちは、レナです。今日は友達のイタリア人を呼んで一緒にイタリアンパスタ、名古屋で有名な鉄板ナポリタンを食べたいと思います。イレニアです。皆さんこんにちは、イレニアです。よろしくお願いします。はい、今日は動画に入れてくれて本当にありがとうございます。こちらこそ、お誘いありがとうございます。今日はイタリアンパスタを食べますけど、食べたことありますか、日本のイタリアンパスタ。名古屋のあんかけパスタを食べたことがありますけど。あ、それも面白いね。あれが好きです。あ、本当に、はい、わあすごい。それが好きだったら今日も行けるかもしれない。今からイタリアンパスタを食べましょう。はい、楽しみにしてます。お店の中に座りましたね。はい、雰囲気がいいよね。なんかすごい昔ながらって感じ、ヴィンテージな感じ。視聴者の皆さんにもあのイレニアのことはちょっと知ってほしいので、簡単な自己紹介お願いできますか。はい、皆さんこんにちは、私はイレニアです。イタリア人です。名古屋に来たのは去年の4月でした。日本語はちなみにどこで勉強したの。あ、日本語はあのヴェネツィア大学で勉強し始めましたけど。留学とかしたことある。あ、したことあります。あ、そう。あの京都でアクアカデミー勉強してました。2年間ぐらい。2年間2年間。あ、すごい長いね。長かったです。私も京都が大好きだけど。お、名古屋と京都と今まであの観光した街の中で一番好きなのは何ですか。名古屋です。名古屋。言わなきゃいけないね、私は。イレニアは日本の中でどこが一番好きなの。あ、まだまだ観光したいところがたくさんありますけど、やっぱり名古屋はまだ観光したことはなかったので、名古屋が結構好きで、はい、やっぱり京都に行ったら京都がなんか心の一部に残りますけど、でも日本全国素晴らしいと思います。はい、飲み物は何がいいですか。何でもいいですよ。私はなんかこういった昔ながらの喫茶だったらなんかミックスジュースとか、あとクリームソーダとかな、そういった系が好きだけど、全然コーラでいいよ。クリームソーダが好きなの。あ、好きなの。そうそうそう。じゃあクリームソーダはなんか7種類がある。マンゴー、やっぱりマンゴーですね。あ、マンゴーがいいね。マンゴーが飲んだことないかもしれない。私もすごい。イレニア一番好きな日本食は何。刺身です。あ、いいね。刺身と寿司と、あ、オムライスも好き。あ、そう。面白いから。そうそうそう、あんかけパスタも結構好きです。あ、そうだね、さっき言ってました。珍しい味だから、だからこそ好き。嫌いな食べ物はありますか、はい、日本食で。嫌いというか消化しにくい食べ物はネギです。ネギは食べれない。無理です。あ、でもそれはイタリアでもネギは無理って感じ。イタリアでもネギ食べたことはないですね。あ、そうなの。え、なんかドイツにはネギは使われている。あ、そうですか。はい、でも日本食全部好きです。何でもチャレンジするって感じ。はい、そうそうそう。あ、よかったね。全然問題ないです。お飲み物が来ましたので一回乾杯しましょう。はい、私は注文したのが、ミックスジュース。すごいなんか昔ながらのすごい濃厚的なミックスジュースで、ビタミンたっぷり。そうで、その逆にすごいアンヘルシーの飲み物が来ます。マンゴークリームソーダ、うん、イタリアにはクリームソーダが全然ないので。まあね、そうそうそう、ヨーロッパにはないね。甘い。美味しい。甘くて美味しい。なんかドイツにそういったソーダにバニラアイスを入れることはないけど。なるほど、一緒。あ、一緒？ない。私もなんかそういったなんかコーラのフロートとかいろいろありますよね。ここ日本で。そうそうそう、面白い。美味しい。夏って感じですか？な、そう。視聴者の皆さんが多分イタリアに行ったことない人も多いかと思いますので、ちょっと聞きたくて、イタリアは日本人の観光客とか多いですかね。そうですね、結構多いです。イタリアに日本食レストランとかはあったりする。あの、イタリアに日本食というより、あの、中国人が営業するレストランで、それは食べ放題になります。あ、ドイツも全く一緒。そうですね、一緒一緒。ちょっと変な寿司とか、なんかお寿司の上にチゴが乗せたりとか、チーズが乗せたりとか、いろいろありますね。それは
食べましたか？日本の、まあ、寿司すごく食べたいときに友達と一緒に結構行きましたけど、はい、もちろん日本での寿司の方が100倍美味しいので自分で日本食を作ったりしたことがあった？イタリアに住んでたと。握りとかやってみたことありますけど、でも材料が本当に高いので、海苔とかあの日本の米も特別だし、うん、あの酢も必要ですし、あとは砂糖も必要ですし、はいはいはい、割合が間違ったらちょっと変になってしまいますので。アジアンスーパーとか日本のスーパーとかはあったりする？ あります。あのベネチアにいた時は結構韓国風なアジアン、そうそう、アジアンスーパーがありましたけど、そんなに買わなかったんですけど、あの日本の食べ物はあまりなくて、ほとんどは中国製品とかあの韓国食製品そっか。じゃあイリーニャさん、はい、鉄板イタリアンが来ましたけど、見た目はどんな感じ？面白いですね本当に初めてそういう形のパスタを見ましたけど、あのなんで名古屋でそういった鉄板ナポリタンが作られたか分かる？分からないですね。あの、うん、パスタはゆっくり食べると冷めるでしょ。時間が経てば経つほどちょっと冷たくなるから、はい、名古屋の人がずっと温かいパスタが欲しいから、こんな鉄板で作るとより美味しいという考え方だったんですけど、でなんか誰かがその卵をかけてやるやり方もこの名古屋で発明して、こんな鉄板ナポリタン的なやつが、だから卵が、うん、意外とめちゃめちゃ合いますよ。楽しみにしてイタリアでパスタに、タバスコをつけることはありますか？ないですねここにケチャップが入ってます。ケチャップが入ってます。あ、そうですか。あ、分かりましたじゃあケチャップにパスタはイタリアにありますか？ちょっと NG だよねでもなんか新しい味になりますから食べてみないとわからない。タバスコかけてみる？うん、まあ、ちょっとだけはいで、チーズもつけましたね。では、はい、たっぷりいただきます。ちなみにイタリアでフォークだけで食べるか、フォークとスプーンで食べる？フォークとスプーンも、そうだね、私のおじいちゃんとかスプーンはちゃんと使いますけど、でも今の若者とか私の両親もスプーン使わずに。あ、使わないの？ドイツはみんなスプーンを使いますよ。あ、それは正しい食べ方ですなんかすごいなんか山になってるね。そう、美味しい。本当に美味しいですよあ、ケチャップとパスタが合うってことですか？うん、全然 OK イタリア人として全然 OK イリーニャさんの両親が日本に来たら、あ、ぜひ食べさせて本当に食べさせたいと思いますよ。よかったですね ここは結構分厚い。そう、なんかスパゲッティというよりブカティーニみたい。ブカティーニはあの太いスパゲッティでも中に穴がある。あ、はい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 、はい、ありますね。ちょうどそういう太さかな。でもスパゲッティとして私の手は本当に美味しいそうだね、あのケチャップの甘さがあって、そうそう、ちょうど美味しい。なんかちょっと野菜がついてるね、マッシュルームとネギ、うん、ちなみに卵が合いますか？あ、まだ食べてないね。うん、美味しい卵とパスタが大丈夫ですか？うん、イレニアさん、はい、多くの日本人が、まあ、ここじゃないけど、あの箸でパスタを食べる人も多いかと思うけど、それに対してはどう思いますか？まあラーメンとかと考えるとしたら全然 OK だと思いますけど、なんかスパゲッティを箸で食べるとしたら、まあ
あの面白いな面白いな割と外国人がお寿司でお寿司をフォークで食べたこと食べることを見たこともありますのであれはちょっとショック。同じ感じって感じですか。もう外国人がフォークでお寿司を食べたら、あれは完全になんかちょっとショック。スパゲティをお箸で食べると同じぐらいのショックです。いいんじゃない。いいんじゃない。よかった。みんなあの好みだから本当こうすすって、あそうそう、あのスパゲティを 私あのすすることができないです。あ、私もできない。よかった。したらなんか、シミだらけになってしまここでこぼれてしまいますので。完食しましたね。はい。美味しかった。美味しかった。お腹いっぱい。あ、いっぱいですか。はい。足りましたか。足りました、足りました。本当に完全に完食しましたね。美味しかったよね。はい、美味しかった。みんなおすすめします。イタリアンが美味しかったということは嬉しいです。はい、100% 賛成。ではこの動画はここで終わりにします。ありがとうございます。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。はい、いいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。バイバイ。